はい、まあ、本当に着心地はやっぱり素材も柔らかくて体にフィットしていて非常に着心地がいいなって感じてますし、また腕の部分もちょっと引き締まっていて、まあ、より体にフィットして動きやすくなってるなって感じています。で、デザインのところはそのまあ紫一色じゃなくて、まあ、濃淡を使って複数の色を使っているので非常にかっこいいなと思いますし、また横のラインではゴールドも入っていてそこも非常にかっこいいなと思ったのと、やっぱりあとは先ほどそのデザイン性のところでやっぱり広島のことをより考えて広島の街並みとかをイメージしてデザインしてくれたと聞いて非常にまあ嬉しく思いますし、またこのユニフォームを着れることが非常にありがたいなと思いました。本当に着心地が良くて、本当に動きやすくて軽くて本当に試合でとても動きやすい生地でになっていると思います。あとデザインに関しては襟付きということで、ここ最近ではユニフォームに襟がついていることは、なかったと思うんで、とても新鮮な感じがします。新しいデザインと新しい機能性のユニフォームに、袖を通して、身が引き締まる思いです。説明のあった通り肩周りの動きが非常に楽で、はい、これを着てプレーするのが楽しみです。来季のイメージとこのオフの休め方、準備の仕方、それをお三方それぞれ聞かせてください。はい、本当にまあシーズンはまだ先日終わったばっかりなんですけども、やっぱり、まあ、今日こういう場に来てもそうですし、やっぱユニフォームのスポンサー方を見ても本当にたくさんの方が今年もまあ来年も応援してくださるということなので、やっぱりその期待に応えられるように、まあ、優勝できるように、まあ、そういった準備をまあオフからしっかりしていきたいなと思っています。まあ、個人的には今年広島に帰ってきて、まあ、シーズン中にもコロナの影響で中断があったりといろいろなことがあったシーズンでしたけど、まあ、これからオフに入ってまた、まあ、来シーズンさらにこう飛躍できるように、まあ、しっかりまずは休んで、しっかりまたシーズン前に体を作って本当に来シーズンもっと本当に活躍できるようにしっかり準備したいなと思います。広島でも、逼迫した状況の中でこうやって自分がサッカーができていることに感謝しながら、その感謝の気持ちを持ちながら、応援してくださるサポーターの皆様とともに2021年も、戦っていきたいという気持ちです。そうですね、まあ、初めて選出されて、まあ、とても嬉しい気持ちでもありますし、まあ、どんどん自分のプレーをアピールして、まあ、自分のプレーがどれだけ通用するのかっていうのも、まあ、楽しみではあります。まあ、自分のプレーをどんどん、出していって、まあ、どんどんアピールするだけなのかなと思うので、まあ、とりあえず頑張っていきたいなと思います。まずは素直に嬉しい気持ちが今は強いです。まあ、今シーズンは僕自身も、まあ、リーグ戦の約半分しか出ることができなかった中で自分をそういうふうに評価していただいて呼ばれたっていうのは、まあ、ある意味責任感はすごく強いですし、今回の代表合宿にかける思いっていうのは強いです。オリンピックから逆算しても、まあ、数少ない代表合宿の一つだと思うので、まあ、一日一日を自分と個人のプレーもそうですけど、お互いの連携の部分でもチーム力を高められるように濃い期間を過ごせればと思っています。まあ、やっぱオリンピックのメンバーも数限られてますし、特にキーパーの部分でも若い選手が今年は特に G リーグの中でも出ているので、そういった選手に負けないように今年積み上げてきたものっていうのをピッチの上で出したいと思っていますし、まあ、これまで代表で経験したものっていうのも自分はあると思っているので、まあ、チームの中でゴールキーパーとしてリーダーシップを発揮しながらチームを引っ張っていくような存在感を出していければと思っています。率直に嬉しいです。まあ、俺まで短い、時間しかないんですが、そこでしっかり自分のプレーをアピールして、オリン本戦に選ばれるように頑張りたいと思います。まあ、今まで、今シーズンサンフレッチェでやってきた、自分のプレーをそこでも出せば力アピールできると思うんで、頑張りたいと思います。